今日は銀座に来ています。銀座は歩いているだけで気分が明るい街です。今日行くお店が見えてきました。シャネルの上にあるレストランです。レストランの名前はベージュ。ボタンにシャネルのマークがあります。エレベーターのボタンが可愛いので有名です。こちらのセクションはアフタヌーンティーを飲む場所みたいです。店内の大きな窓からは銀座が一望できます。テーブルセッティングはこんな感じ。マスクを入れる入れ物まで用意してありました。いただいたおしぼりにもベージュと刺繍があります。机の上にはアート作品が置いてありました。アルコールスプレーまで瓶に入っています。私が頼んだカクテルは薄いピンクが美しいです。まず一皿目、石の上に小さなパイ生地が乗っているプティフィールです。パンは目の前で切ってくださいます。ごまやひまわりの種がついている米粉のパン、食感がもちもちで今まで食べたパンの中で一番好きでした。バターが芸術品のようです。二皿目はスープをアイスクリームにしたものでした。三皿目は私は野菜のグリル、友人は鴨とほうれん草のグリル。4皿目はチキンを炭火で焼いたものと赤ワインで煮込んだ料理。友人はキングサーモンを炭火で焼き上げた料理です。5皿目はお口直しの梨のソルベ。そしてデザートです。ここのデザートは本当におすすめです。私はいつもババを選びます。ババにかけるお酒を選ぶのですが、私はババのために作ったラム酒を選びました。こちらの器はババのために作ったものだそうです。ババを食べるとあまりの美味しさに言葉を失います。友人が選んだのはカメリアの形をしたチョコレートケーキ。金粉がかかっています。
そしてハーブティーは鉢植えのハーブから選ぶことができます。目の前でハーブを摘み、作ってくださいます。見てください、美しいハーブティー。ここのレストランは長時間いても飽きないエンターテインメント満載のレストランでした。最後に化粧室も素敵でしたので見てください。今日もご視聴いただきありがとうございました。この Vlog を気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録いただけますと本当に嬉しいです。これからも東京ライフ Vlog をぜひよろしくお願いいたします。